皆さんこんにちは、ゆきです。今日の博レポはクリエイティブでおしゃれなホテルと題しまして、浜町ホテル東京をレポートさせていただきたいと思います。こちらの浜町ホテルっていうのはですね、 UDS 株式会社っていうところがデザインして運営しているホテルになっています。この UDS という会社はもともとはですね、都市デザインシステムという社名で、コクヨの文房具のコクヨのですね、子会社だったんですね。で、その後社名を変更して、今は資本関係も変わってですね、小田急電鉄の子会社になっています。この会社はですね、もともと斬新なデザインっていうので結構有名で、以前ですね、目黒にあるクラスカっていうリノベーションホテルっていうのを手掛けた時に、結構ニュースになってたんで、僕もここに行ったことがあってですね、まあそれ以外にも例えばキッザニア東京とかのデザインもしたりとか、そういう意味ではですね、割とこう新しめのデザインを手掛けてる会社です。で、最近だと僕まだ泊まってないんですけど、すごく気になってる温泉旅館、予園っていうのかな、新宿っていうホテルもあるんですけれども、こちらの方も、運営してる会社になっています。で、こちらのホテルはですね、浜町駅から徒歩、5分ぐらいですかね、5、6分で、着くところにあるんですけれども、まあ、ホテルのコンセプトが、緑と手仕事っていう部分もありましてですね、外観がかなりユニークです。よくね、外壁のところにこう、ツタが張ってるような建物ってたまにあると思うんですけども、そういうイメージにちょっと近い、まあ、そこまでこう、なんていうかな。なんていうか、レトロな感じではないですけども、モダンな感じながらも、緑が、その壁にあるっていう風な感じの外観になってます。こんな感じですね。で、まあ、ただですね、こういった外観にはこの緑っていうテーマ現れてるんですけども、館内とか部屋には緑はなかったですし、もう一つのコンセプトの手仕事っていうのもですね、まあ、館内のチョコレート工房っていうのがあるんだけど、そこをこうイメージしておそらくこのコンセプトってつけたと思うんだけど、部屋とは全く関係ないので、まあ、いつも僕が言うコンセプトと実態の乖離は正直ありましたですね。はい。ではですね、お部屋の紹介のムービーご覧ください。はい。それでは1308号室入ってみたいと思います。よいしょ。ここに入れる感じですかね。おお、なんか明るめな感じです。はい、入ってですね、左側にスリッパですね、それとカバン置きがありまして、上に、ハンガーがあります。そしてその先にですね、姿見ですね、天井までの姿見、しかもライトもついてます。なんかね、インテリアがおしゃれですね。少しベッド映っちゃったんで、はい、ではお部屋を全景映したいと思います。せーの、ドン。なんかすごい独特な感じですね。はい、すいません、言葉を失ってしまいました。なんていうのかな、すごいこのなんていうんですか、ベッドカバーの、このベッドの横へのこの入れ込み方、すいません、これ言い方あったけどちょっと今ど忘れしちゃって出てこないんですけど、ベッドメイキングが素敵です。はい、しかもこのベッドを取り巻くこの木枠、これはなんかなかなか素敵じゃないですか。はい、そして上からぶら下がる吊り照明もなんかブロンズの色をしてまして綺麗ですね。で、窓が結構大きいのに、対して、しかもなんかこうスクリーンが綺麗ですね。はい、そしてその真っ白なベッドカバーの上に置いてあるのが砂着、これまたなんかおしゃれな感じですね。セパレートタイプですかね。あ、セパレートタイプですね。はい、後ほど着てみたいと思います。はい、それではですね、お部屋の紹介ですが、こちらのところに空気清浄機ありますね。
はい、これはですね、シャープの空気清浄機です。そして、テーブルと椅子がございますね。木目調でちょっとモダンな感じです。その上に、大型のテレビありますね。シャープ製のテレビですね。これは何だろうな、43型あるかな。はい、それでその左側にですね、ティッシュと、ミネラルウォーター2本、そして、カップがあるんですけども、カップおしゃれですね。しかもカップの上にですね、なんかブラックティー、すごいですね、アールグレイのブラックティーが置かれています。ということで、あれですね、湯飲みみたいなもんですね。あの手が持つところがないですね。はい、でもなんか秋っぽくていい感じじゃないですか。そして、ここにですね、すいません、またメーカーデロンギーっていうんですかねちょっと高そうな電気ポットがあって、鏡があるという感じですね。はい、で客室部品、これは備品、これ持って帰るなみたいな感じですかね。これはフロントでも販売してますということですね。すごいね、ルームウェアバッグまで販売してるんだ。買う人いるんですかね。はい、そしてその下にじゃじゃん、冷蔵庫、またウェルウェイというところですね。これはアイス入れれないパターンですね。はい、という感じでございました。はい、もう一度、こちらの方からこうベッドを移すと、こんな感じでベッドの横にですね、デジタルクロックがあって、その奥に窓があります。でこの窓なんですけども、すいません、ちょっと紐がないから、これどうやって開けるのかがわかりません。あれ、あ、向こうだね、すいません、向こう側にですね、お、すごいこと見つけちゃった。ゴミが落ちてました。こっちにもゴミがあります。これどうなんですかねすいません、変なとこ発見しちゃいました。はい、ゴミ、これ辺はね、ちょっとね、せっかくね、綺麗なお部屋なのにこういうのがあると本当残念ですよね。はい、そしてですね、ちょっとすいません、窓の方ですが、これで多分開くと思います。これでも 2種類のあれがあるからね、どっちがどっちかな。あ、これで開けそうですね。はい、じゃじゃん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 、おお、なかなか景観よろしすぎじゃないですか。あのね、ちょっと向かい側マンションに直面してますけど、こっち側はあのさっきのショッピングセンターとか、あのオフィスビルがあるので非常にいい感じですね。こっち多分西側だと思うので、ちょうどですね、午後から日が入ってくるような感じになるんじゃないかなと思いますね。はい、そして、こっちからですね、今度逆に部屋を見るとこんな感じです。はい、以上になります。はい、こちらがですね、ルームウェアですね。あの以前ホテルカズサヤで、ありましたサムウェと結構似てますね。はい、肌触りもそっくりです。ではベッドチェックです。こちらのベッドはですね、幅が160cm ありまして、高さが、ちょうど膝ぐらい 50cm ぐらいです。この非常に綺麗にベッドメイキングされたところに飛び込むのは心苦しいんですけども、特権として行かせていただきますせーの、おー、なんか吸い込まれる感じ、低反発系ですね。続きまして水回り入ってみたいと思います。せーの、あ、すいませんこっちか、ほっ、おー、普通ですね。はいなんか室内のイメージカラーからいって、ちょっと、ダーク系の木目調かと思ったら意外と明るい感じですね。で、湯船もあのちょっと長さがね、狭めですね。で、こちらの、あ、おー、アメニティはシャンプーとかがプロバンスやですね、ペリカン石鹸の僕の大好きな、エッセンシャルオイルを使ったいい匂いがするやつですね。で、フェイスソープ、ハンドフェイスソープはオランジェロゼで、で、その上に、ですね、こういったアメニティがありまして、ヘアブラシ、綿棒、コットンセット、ボディスポンジ、カミソリ、歯磨き粉という感じで、まあ、最低限のものが揃ってるという感じですね。
で、ドライヤーは小泉のドライヤーになってます。でトイレはもちろん、ウォシュレットになっております。はい、鏡もですね、まあの広さですね。はい、以上です。ということでですね、まあ確かに外観も館内も非常におしゃれでしたし、部屋もですねとてもモダンで、すごく素敵は素敵でしたね。なんで業界の人とか、こうクリエイティブなデザインが好きな人にとってはとっても価値があるホテルなんじゃないかなと思います。まあただ一方でやっぱこう実用面で言っちゃうとですね、まあ、例えばベッド横のスペースって中途半端なスペースなので、なんか歩くに歩けないし、でも歩かないとですね、例えば窓っていうかロールスクリーンも開かれなかったり、照明の調整もできなかったりするので、その間でですね僕2回も足ぶつけちゃいました、角に。なんでこういうところとか、あとね、窓もその大きいのはいいんだけど、こうロールスクリーン自体もこうすごくこうなんか穴みたいなところに入っちゃってて、開けづらくてですね、なんかこうよくありがちなデザイン先行で実用性がこう伴ってないっていうこうパターンだったかなって思いました。はい。あとまあもう一つ残念だったのは、結構クリエイティブっていうのをこう PR してる割にはすごく IT 化がもう遅れていて、まあチェックインも対面で貴重式だったし、ルーム内のね、部屋の中のコンセント数も少ないし、やっぱそういう意味ではスマート対応っていうのがこう全くされてなかったっていうところが、まあちょっと残念でしたね。まあ加えてやっぱりこう交通の便もですね、決して良いというわけでもないですし、浜町ってね、都営新宿線っていうところの駅なので、便利な駅ではないんですよね。まあそれに加えて、やっぱスタッフの対応もですね、まあ僕の当たった人がたまたまなのかもしれない、ちょっと不愛想な感じで、いまいちだったし、まあ清掃もですね、まあ動画中にちょっとお見せしたように、ゴミが落ちていたりとか、そういうふうなところとか、あと、電子ケトルにね、ホコリがたくさんついてたりとか、っていうところもこうあったりしたので、まあ、なんていうんですかね、悪く言っちゃうと、見かけ倒しのホテル、みたいな感じでしたね。どこにこう価値を見出すかっていうのは、こう人それぞれなので、このホテルはそういう意味でとってもなんか、まあ評価が分かれるんじゃないかなというふうに思いましたね。はい。で、今回泊まらせていただいたお部屋なんですけれども、宿泊プランがセミダブルルームです。で、部屋のタイプが、ダブルになっていまして、食事なしの素泊まりプランでした。で、広さの方がですね、15平米という形になっています。で、料金が税込みで1名あたり 13,500 円ということで、結構いいお値段なんですよね。選んだポイントは、新規オープンだったというところと、やはりこのデザインがですね、ちょっと一度見てみたかったというところでございます。ユッキーのレビューなんですけれども、料金がですね、そういう意味で、やっぱりちょっと高めですね。内容に比較して。で、部屋が、まあおしゃれでモダンだったんで、僕個人的には好きなんで5させていただきました。ただ設備備品とかもですね、やっぱ IT 対応になってなかったりとか、清潔さっていうのも部屋自体は綺麗だけど、まあさっき申し上げたようにね、ゴミが落ちていたとかケトルのホコリとかもあったんで3にさせていただきました。でお風呂もまあ3点ユニットで、特に特徴のない部屋お風呂だったので2とさせていただいています。はい、ということで、今回のですねこちらのホテル良かったところは、独創的な外観、それから、おしゃれでモダンな部屋。あとは、寒いみたいな着心地の良い室内着。こういったところが良かったです。残念だったところは、やっぱこうチェックインのね、手続きがね、ちょっともさもさしてたっていうところと、まあ、そのゴミとかが落ちちゃってたとか、ケトルにほこりが目立ってたっていうところと、あとスマート対応が遅れてること、それからコンセプトの不一致かなというふうに思います。はい。総合満足度なんですけども B とさせていただきました。外観インテリア部屋ともにとってもおしゃれで、好きな人は好きだと思うんですけども、やっぱりコンセプトやデザインが先行していて、ソフトがついていってないっていう感じを非常に強く受けたホテルでした。まあ人によってね評価分かれるんで、こういうデザイナーズホテルみたいなのを、泊まってみたいという人はぜひ行ってみていただきたいなと思います。それではまた。